オーバースバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区のフュルト軍に属する市である。オーバースバッハは、北と西は一部は、ビーベルト川を挟んでツルンドルフと境を接している。東は、レドニッツ川が、市境の大部分を成しており、フュルト及び、ニュルンベルクの地域に接する。オーバースバッハの南にはシュタインが位置している。 オーバー・アスバッハ市は公式に名称が付けられた以下の6つの地区で構成されている。この集落は1288年にゼオバーネスパッチとして初めて文献に記録されている。この集落名は河川名のアスバッハに由来する。この河川名の規定語はオスプを意味する。オーバー・アスバッハは中世にはフランケン大公の世襲領に位置していた。この町は1500年から フランケン帝国クライスに属した。18世紀の終わり頃、オーバーアスバッハには22個があった。高等裁判権と行政権は、ブランデンブルクアンスバッハ返境薄領のリヒターアームと、ロスタールが行使した。土地所有者は、ハイルスブロン修道院事務局、ツルンドルフ協会、ツルンドルフ助任司祭、オーバーアスバッハ協会、ニュルンベルク市病院局、同時全局、 ドイツ騎士団ニュルンベルク司令部、ニュルンベルクの都市貴族、ピューラーや、グルントヘル家、ハラー家、ショイルル家、トゥーヒャー家、ゼルトナー家であった。1802年には19個があり、このうち4個がアンスバッハ公領、15個が他の両方の統治下にあった。市町村令に伴って1808年に、シュトイアーディストリクトオーバーアンスバッハが設けられた。この税区には、 アルテンベルク、クロイトレス、ノイムーレ、ウンターアスバッハ集落が含まれた。同じ年にルーラルゲマインでオーバーアスバッハが組織されたが、その範囲は上記の超税区と同じであった。この地域は、行政と裁判権は、ニュルンベルク地方裁判所の下、財政はレントアムとフィールトの下に置かれていた。二つの辞書は、1812年まで自由、裁判権下にあったが、 1822年から1835年まで、ローエ及びベイリンガードルフ世襲裁判権下に置かれた。また、一つの辞書が1823年から1837年まで、ボックスドルフの世襲裁判権下、一つの辞書が1822年から1836年まで、背面ドルフの世襲裁判権下にあった。オーバースバッハは、 1862年から別クスアムとフィルトの管理下に置かれた。裁判権は1862年にフィルト地方裁判所に移され、1880年からはフィルト区裁判所の管轄下となった。1961年、この町の面積は10.489平方キロメートルであった。1976年1月1日に廃止された。 ライヒエンドルフ町からレードルフ地区が当時150人の住民とともにこの町に編入された。1994年4月30日にこの町は市に昇格した。オーバースバッハ市長者現在の第一市長はビルギット・フーバーである。この町の市議会は24人の議員で構成されている。オーバースバッハは以下の都市と姉妹都市関係にある。 オーバースバッハの市場の日毎週金曜日にオーバースバッハの市場の日が開催される。町の中心部、市庁舎周辺で主に農産物が販売されている。オーバースバッハの文化の日毎年6月のいずれかの週末にオーバースバッハの文化の日が開催される。このイベントではこの地域の芸術家により彫刻が制作される。セイロレンツ教会セイロレンツ教会は 三角形の内陣と振動の東端に四角形の主楼を持つ簡素な漆喰塗りのザール建築である。内陣の多角形の角には控え壁とコーニスが設けられ、ほっそりとしたトレサリーが壁面に開いている。内部は木材と粘土の天井で覆われたホール状で、内陣には網目状のコーサリブボールとが見られる。壁面には4人の福音記者のシンボルと様式化された。 植物が描かれている。道の反対側には旧ミルクハウスが保存されている。オーバースバッハ東部のアルテンベルク地区及びウンタースバッハ地区はフランケンのザントトロッケーナーゼンフレヒエに関連したハインベルク自然保護区内に位置している。1990年代の初めまでハインベルクはアメリカ軍の連兵場として利用されていた。この地域をクロイツバッハ川が流れており、 その中央で、ようなし形の池を形成している。この小川は、アスバフハ川とも呼ばれており、もっぱら本市の市内を流れている。上流部は、19世紀前半に農業用に直線化されていたが、1990年以降再自然化工事が行われ、ハインベルク付近では人口に設けられた池を有しながらも、より自然な流れとなっている。この川は、 オーバーアスバッハとニュルンベルクとの間のフェルナブリュッケ付近でレドニッツ川に合流する。2016年現在池にはビーバーが住んでいる。ディートリヒボンヘッファーイコールギムナジウムオーバーアスバッハ、学校私立図書館視聴者内1階に私立図書館がある。この図書館は約2万9000点の書籍、ビデオ、雑誌、CD を収蔵している。すべてのメディアは 無料で貸し出しできる。青年の家、聖ヨハネス協会近く、ペスタロッチ州列近くに青年の家、オアシスがあり、若者に様々なレジャーアクティビティを提供している。オーバースバッハには数多くの手工業者、スーパーマーケット、パン屋、肉屋がある。他にカフェ、バー、レストランもある。また、小規模な工業事業者や、 全国的に活動する広告代理店が一社ある。小規模業者は特に地域の雇用を促進している。地元の労働者を強化するために、オーバーアスバッハ産業連合会が発足した。この連合会には、約50社が加盟しており、毎年産業賞を開催している。オーバーアスバッハ及び、シルンドルフ付近の近郊交通網道路、オーバーアスバッハは、 ローテンブルガー通り沿いに位置しており、この道路が街のメインストリートとなっている。ローテンブルガー通りはニュルンベルクのプレルラーを起点としており、フォンデアタン通りとの交差点以降は、修道ストリート2245号線となる。この道路はオーバーダッハシュ鉄ン付近で連邦道 B13 号線に合流する。この道路はニュルンベルクから ローテンブルクオップデアタウバーに向かう古い幹線街道である。この街はジートベストタンジェンテのニュルンベルククラインロイとインターチェンジ経由で自動車道路網、アウトバーン網に接続している。オーバースバッハは通勤者や重量貨物車両によって引き起こされる交通量増大に悩まされている。市町村連絡道はデードルフ、ライヒエンドルフ、リンとウンターースバッハへ通じている。 リントから運動会 U14 号線に接続する。鉄道市域内を、鉄道ニュルンベルク・クライルスハイム線が通っており、ウンターアスバッハ駅とオーバーアスバッハ駅がある。この区間は、S 1ンの S4 号線が20分から40分間隔で運行している。1986年9月25日までは、これに加えて、B ベルト鉄道が通っており、チルンドルフ・アルテンベルク駅が利用できた。 近郊交通、オーバースバッハ市は、ニュルンベルク広域交通連合の運賃地域に位置しており、数多くの乗り合いバス路線で結ばれている。ニュルンベルクへ向かう、ユーバーンのグスタフ・アドルフイコール・シュトラーセ駅へは、VGA の市バス70号と72号、及びシュメッターリング旅行交通運輸、GMBH 社の地域バス113号が運行している。フュルトへの直接運行は、 本数は少ないが、地域バス路線112号と152号がある。さらに DB レギオバス、バイエルン GMBH のバス路線150号、154号、155号が、オーバースバッハとチルンドルフ、シュタイン、S バーンの駅へ運行している。将来的に、ニュルンベルクユーバーンの U3 号線を分岐させて、オーバースバッハまで延伸させる計画がある。この計画は、 中期的には実現されない見込みである。ゲイバースドルフまでの路線をニュルンベルク市が建設する必要があり、さらに財源も確保できないためである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。